100曲作りましたのでね、旋律の形もいろいろ違うんですね。それで、あ、席にいいですよ、ちょっとおしゃべりしますか。あの、日本語のアクセントのことは先ほど申し上げましたよね。強弱と高低の差、日本語のアクセントの場合は高さ、低さ。からもう一つね、あのペンタトニックというね、言葉をお教えします。ペンタというのはラテン語で5です。トニックは音、五音音階、ドレミソラドファとシがないんですよ。正音階はドレミファソラシドと、ドレミファと全く同じ構造のソラシドが重なってあので音階ができてるんですね。だから日本の音階はね、ファとシがないんですよ。ドレミソラドレドラソビレド、わかります？5つですから、ペンタトニック、五音音階。それでこの今あの歌い終わった赤い風船飛んだですけど、まさしく五音階で作ってるんです。ソラララソラララドレミミミラソビレドレレラドドレミレドレドレ、こうどうでしょうね。あの作曲家ってあんまりね、人前で歌わないんですけどね今日はね、特別サービスでお聞きじゃないかもしれないけども、まあ、こういうね、地声でね、イヤマキラ歌ったよっていうことは記憶に留めておいてください。あの、やっぱり、ね、作ってる時に思わずね、ピアノの前で口ずさんでるわけ。それであの、まあ、必ず歌ってのは詩があるわけですから、いいね、歌詞じゃないといいメロディーができないんですよ。で、残ってる歌っていうのはね、だいたい出だしが素晴らしいわけ。だから歌い出しが素晴らしいからみんな動いちゃって、どん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 歌っていくわけ。まるにね、終わりの終わりがいい、よく書けていて、そこがいいからって流行った歌もあるんです、それは。でもそれは率が非常に低い。あの、流行歌をご覧になってもね、出だしがいいとみんな名曲になっちゃうわけ。だから、出だしをね、どうやって印象付けようかって散々考えるんですけど、そうそううまく問屋を下ろしてくれませんので、なかなかね。でも気がついた歌をちょっとね、拾ってみますと、カブトムシなんてのはね、ジャンマジャンマなカブトなんか何のはずみでかぶったか、それを思い出すとね、もうすぐ自分でもって作った歌がね、何分後でもすぐ歌えちゃうんですよ。あ、これはいけると思って譜面に書くわ、出だしね。で、今歌ったのはあのまさしくペンタトニック、ファとシがないんです。ヨダ抜き、4番目の音と7番目のシがないからヨダ抜き、ドレミソラドレドラソミレド、日本の音階です。だから赤い風船飛んだもまさしくヨダ抜き音階で、赤い風船ソラララドレミミミラソミレドレレラドドレミレドレドレってこうなっちゃうわけですよ。わかります？拍手がないな。いや、ありがとうございました。大拍手で。でも意外と作曲家ってね、歌が下手なんですよ。仲間に歌わない。で、自分がね、作った歌ね、ちゃんと聴かせてよってなるけど嫌だって。まあね、自尊心が強いのか、なんか気が弱いのか、気が弱いことはありませんよね。作曲家なんて自分でメロディーを作ってね、人に歌わしちゃって得意になってるわけだから、決して気が弱い人なんかいないわけ。ところが人前で歌わない。僕はまあ恥も外も金繰りしてね、歌いますけどね。ということで、坂道の天使なのかね、これね、あの坂道の手品というのはゆっくり発音すると、坂道の手品、全く僕が作ったメロディーになっちゃうんですよ。つまり作詞詞自体がメロディーを言ってるわけね。だから作曲家はそれをね、書き写せばいいんです。だから元の詞が非常に美しいね、あの高さ低さの高低アクセントで書かれてるかどうかっていうのはとても大事。あの有名なね、あのゾウさんって名作あるでしょ。あれを名作中の名作ですね。ドゾドラソドラソドレミソミミレドレソ
ソソミラソミドレミラソド、わかります？ハとシがないわけ、はい、今後ね、あの日本 の, あの歌をね、特に童謡をお聞きになった時、子供のお聞きになった時にどんな形でね、書いてるか、あ、この作曲家は、ペンタトニック、日本の音階で書いてるんだなっていうのはすぐ気がつきますから、うん、でもパーセンテージは低いんですよ。やっぱり5音階で書くと限定されちゃいますから、雰囲気が、わかります？詩が良ければね、あのちゃんと詩とパワーとメロディーの魅力と一体化してどん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 残ってるんですけど、一つちょっと足を踏み外すと全然歌われなかったりして、それは惨憺たるものなんですね、はい、いや、ということでちょうど半分くらい行きましたので、今ちょうど、6時32分だ、10分間お休みをいただいて、12分、43分ぐらいまで休憩をいたします。はい、休憩です。